諫早湾干拓事業をめぐり佐賀、福岡、熊本3県の漁業団体は開門せずに基金で解決するという国の案に賛同する文書を提出しました佐賀、福岡、熊本の3県の漁業団体の代表らはきょう坂本哲史農水大臣を訪問し 開門せずに100億円の基金で解決する国の方針に賛同する文書を提出しました。一方、坂本大臣は、政府内の調整を開始し、実現に向けて全力で取り組むと話し、有明会再生の支援策の実現を急ぐ考えを示しました。長い中にいろんな裁判があって、最終的に、 交際で買い物なしので決断が出たですそうした中でもうどうしようもなかですよねこんだけ不作が続けば基金によっての有明再生を急速に加速してもらいたいとまう全員の言っちゃったですよね国は去年10月、佐賀・福岡・熊本の漁業団体と非公開で会合を開き 開門しない基金案に文書で賛同するよう求めていました。伊佐早湾管拓事業をめぐっては、去年3月、最高裁の決定で一連の司法判断が非開門に統一されています。